皆さんこんにちは、テニスソウルです。今回はフェデラーのフォアボレーについて見ていきます。フェデラーは基本的にはストロークで攻撃を仕掛けることが多く、決してネットラッシャーというわけではありません。ですが非常に攻撃力の高いボレーも持っています。キレ、精度、守備範囲などボレーに必要な要素を全て備えていると言っても良いでしょう。そのため木を見て仕掛けるネットプレーでも非常に安定してポイントを奪取します。それでは彼のフォアボレーを見ていきましょう。手首の角度。まずフェデラーのボレーの特徴として手首の強さがあります。フェデラーのボレーを見てみると、腕とラケットの角度が最初から最後まで全く変わらずに保たれています。こうした手首の固定によりボールコントロールを保っているのです。しかし手首を固定させるからといってガチガチに固まっているわけではありません。腕の力は抜けているのでゴッドハンダと呼ばれるほどのボールタッチの良さが実現できるのです。しっかり打つこともでき、繊細なタッチで微妙なコントロールもできる、強さと柔らかさの両方を兼ね備えています。顔がぶれない。フェデラーはボレーをする際上下の動きが非常に少ないためミスが少ないのも特徴の一つです。多くの選手はボレーの際に顔を上げてしまいますが、フェデラーの場合は全くと言っていいほど顔がぶれないのです。ハーフボレーの際も顔がぶれないので難しいボールでも難なく返していきます。ラケットの向き。この動画でもよくわかると思いますが、テイクバックが完了した時点のラケット面の向きに着目してみてください。彼のラケット面がきれいに打球方向に向いているのがわかると思います。そのためボールをしっかりと捉えることができます。ボレーが安定して打てない選手はまず間違いなくと言ってもいいほどこの時のラケット面が適切ではありません。ラケット面が上を向いたり打球方向よりも外を向いていたりするのです。しかしフェデラーにはその狂いが全く見られません。いかがでしたか？今回はフェデラーのフォアボレーについて分析しました。ボレーはタッチやセンスが必要とよく言われます。フェデラーはセンスあふれるボレーを扱う選手であるのも事実です。しかしそれは基本に忠実だからこそ再現性が高い武器になっているということですね。